九条駅は大阪府大阪市西区九条一丁目にある大阪市高速電気軌道、阪神電気鉄道の駅。大阪メトロ中央線と阪神南波線の2路線が乗り入れる。大阪市高速電気軌道における駅番号は C14、阪神電気鉄道における駅番号は HS44。阪神南波線の開業以降、どちらの路線を使っても、 近鉄線を経由して、伊駒駅へ行くことができる。またどちらの駅にも、近鉄側から列車が乗り入れている。大阪市道球場中通線の地下に設置された、島式ホーム一面二線を有する地下駅である。コンコースは地下1階、ホームは地下2階に所在する。なお、絶対信号機を持つため停留所ではない。ホーム有効庁は、近鉄車両重量編成に対応している。 駅舎のデザインテーマは、記憶の継承。ホームからコンコースへの通路は、階段がホームの両端、エレベーターがホーム中央、エスカレーターがホーム中央に2カ所、天ヶ崎よりに1カ所設置されている。コンコースの東西には、改札口がある。トイレは、西改札付近に設置されている。駅の出入り口は1番と2番の2カ所がある。1番出入り口は、 中央大通沿いの地下鉄九条駅、西口向かい側に所在し、阪神南波線と大阪メトロ中央線との乗り換え口となっている。2番出入り口は九条中通線沿いの NTT 西日本西ビル内にあり、大阪シティバスへの乗り換えには2番出入り口が案内される。大阪シティバスの停留所、阪神九条は九条中通線を南東に進んだ。 ところで交差する港通り沿いに所在する。九条が大阪市電発祥の地であることにちなみ、一番出入り口側の駅舎やプラットホーム外壁面などに市電の鉄車輪をイメージした円形の衣装を取り入れている。1960年代、阪神が単独事業として南波方面への延伸を進めた際、現球場駅付近では、電電交車ビルと、 住木金港山球場ビルに駅出入り口の準備工事がなされていた。これらの駅出入り口のうち、電電公車ビル側が2番出入り口として42年の歳月を経て活用された。2番出入り口の階段踊り場には当時のタイルがモニュメントとして保存されている。なお、住木金港山球場ビル側の駅出入口は改札内に通じてしまうため活用されなかった。 大阪南波寄りのドーム前駅から、天ヶ崎寄りの西九条駅までは、上り勾配が続いており、当駅の西方、約200メートルで地上に達する。ドーム前駅までの営業キロ上での駅間距離は0.6キロだが、当駅の端からドーム前駅の端までの,までの距離は0.3キロで、あるため、実質的な駅間距離が、阪神では一番短い。相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。 改札口とコンコースは2階、ホームは3階にある。コンコースは、淡座駅寄りにのみにあったが、阪神南和線の開業後は、弁天町駅寄りにも設置された。改札口は、南北の歩道から歩道を橋で入れる2カ所と、高架下の駐輪場から通じる1カ所の合計3カ所である。1964年の開業時は、西側改札口及び二両分のホームのみ、 仕上げ工事を完成させて営業を開始した。東側改札口完成後、西側改札口は一旦閉鎖され、2009年の阪神南馬線開業に伴い再設置された。2009年当時、大阪市交通局は西側改札口閉鎖の理由は記録に残っていないと説明していた。プラットフォーム各年時の1日乗降乗車人員は下表の通りである。 1624年から開発が始まり、林羅山によって九条島と命名された。1674年の洪水の際に九条家の希釈が漂着したことから九条島と表記されるようになったとの伝承がある。九条島は、淀川の下流、高校の妨げとなっていたため、1684年に川村瑞賢が九条島を二つに割いて、安治川を改作。以降、 味川ガワが九9条、右岸が西9条となった。9条駅周辺には、ネジの工場などが多い。大阪シティバスが運行している。9条振動停留所は、地下鉄9条駅からナインモール9条を経由して400メートルほど離れた国道172号線上にある。また、阪神の9条駅からは、阪神9条停留所が近い。 同線開業後の2009年3月29日に、九条南一丁目から阪神九条に改称された。京阪中之島線が、中之島駅から、西九条駅を経由して新桜島まで延伸される、計画だったが、2017年7月に、京阪ホールディングスの加藤義文社長は、夢末の IR 誘致が決まれば、中之島駅から南西に進んで、 地下鉄中央線の球場駅につなげるとの考えを明らかにした。当初計画していた西球場駅から球場駅への変更について加藤社長は球場駅で中央線とつなげば京都と IR のあるユメスが結ばれると説明している。近鉄や京都市へ地下鉄、カラスマ線にも球場駅が存在するため定期券では球場として発行される。ありがとうございます。